七不思議の浦不思議七浦です。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。昨日ね、うんうん、台風の中、我々ちょっとスピードワゴンさんの月曜ザナイトお邪魔したじゃないですか。出ましたね。月曜ザナイトでしたっけ、合ってますよね。月曜ですよね。そう、月曜ザナイトね、合ってますよね。合ってるよ、台風、うん、あの帰りね、うん、タクシー大丈夫でした？進み進み、タクシーの上を、うん、どこ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 和太鼓みたいな高くの音は聞こえてたけど、大丈夫でしたよ。私思ってるよりも西の方に帰るじゃないですか。ああ、そうですね。西へ西へ西へ行くじゃないですか。西へだね。一定区間を越えるたびに、うん、雨足と風がマジでヤバくて。ああ、風も強くなった。俺初めてですよ。うん、雨の勢いが強すぎて前見られへんかったの。うん、もうウィンカーとかがウィンカーが効かない、ウィンカーが効かない、でも頑張ってるでしょ。ウィンカーはウィンカーはもうすごい頑張ってるんですけど動きおもろかったウィンカー頑張ってカカオコンなんですよ無じゃねえか。もうやっても意味ないけどやってますよ。意味ないよこれっていうねでも多少ね、うん、スピード出さないとみんな早く帰りたいからビュン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 行くんですよ。怖いね。じゃあね、昨日マジで大変やった帰りで、あのね、ビルとビルの谷間の路地から吹き出てくる風が強いから、うん、ちょっと油断したらブンってなっていやこれ危ない、ね、いや本当マジでマリオカート事故んないでよかったね。怖かったっすね。タクシーはでもね、やっぱうんちゃん運転が慣れてんのか、すごい飛ばしてた ね。そうなんですよ。乗ってると、あ、この運転手運転慣れてるなって思うでしょ。でもあのね、隣で走ってるとね、うん、マジで危ねえんすあいつら。あ、いやでもあのね、危ないなとは思う。マジでこんな出していいのかなっていうのもあるし、昨日とか迷わなかったけど、まあ高速使ってるけどさ、高速、まあ高速っていうからいいんだよ。高速でも何キロとかでも決まってんでしょ。いやいや決まってますね。多分越してんだよね。いやいや、はいはいはい、危なって、はいはいはい、これ今まで俺が乗ったタクシーの中で相当上位ランクの速さみたいな、はい、体感スピードだから俺安全運転でしょ乗ってわけ。ああ、全然安全運転そうそうそういうタクと比べるとそうなんですよ。節度がある、ね、まあでもね、大変でしたね、まあ、それぐらいで今も結構ね。いやそうですよ、どこまで、まあ、でも皆さんね大丈夫ですかね。そうそう、そう、九州とかがやっぱり大変だったみたいな。大変ですよね。木も俺の家の近所でさえも何本か木が折れてましたからね、うん、だから、あ、こんなだったんだってやっぱり思うよね。怖い怖いね。じゃあ、はい、怖い話いきましょう。投稿会談をいただきますのでお願いします。まずはゆいさんからの投稿ですね、うん、ありがとうございます。10年以上前なんですけども、うん、高校3年生の冬の話だと、はい、推薦入試も終わって、うん、ちょっとした暇ができたので当時朝早くからのバイトしてたと。あ、いいですね。で連日バイトで疲れて、うん、その日は21時にはご飯も食べずにもう寝とったと、うん、そしたらね夜中の2時ぐらいに目が覚めたと、うん、はいはい。暗闇で光る時計だったのでそれは分かったんですね。ああ、2時だっていうのが今 ね、ありますね、その時計ね。そしたらね耳鳴りがしてきたと、うん、で気づいた瞬間もう金縛りになってて、おでね、あの向きがこう左向いたまんま、うんうんうん、こう固まってたと、はいはい、そしたらこう後ろから聞き取れないものの、うん、途切れない低い声で、うん、まるで念仏を唱えるような音が聞こえてきたと。あら、で怖くて目を閉じて、うん、あっちに行け消えろと頭の中でこうね、事件消えろってずっと言ってたんですよ、はいはい、そしたらその声は聞こえなくなったので一安心したところ、うん、背後から急に引っ張られたんですよ。おっと、びっくりしてる。でね、うん、あの右をね向いてしまったんです、はい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 、だからこう左を向いてるから、うん、枕の方にこう左の耳がついてる状態から、はい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 、右の方に向いたんですね。左に引っ張られたんです。そうで、そっちの方を向いたら、うん、この方目がめちゃくちゃ悪いんですって。で、はい、そこには何も見えませんでしたがあまりの怖さに気絶してしまいました。これ視力良かったらもしかしたらなんか見えたのかもしれないね、うん、そして意識が戻って目が覚め、うん、怖かったな、夢だったのかなと思い時計を見ると時間はまだ深夜の2時15分。全然経ってないね。しかもやけに天井低いな、だからやけに天井近いなと思ったんです、うん、そしたら自分が天井に張り付くように寝ていたんです。ええー。
そこで意識を失って目が覚めた時には朝でしたと。それ以降耳鳴りの後金縛りに遭うようになったり、時々いろいろな音が聞こえてくるようになりました。これは何だったのか。ちなみに私は寝室が2階で夜中の2時に起きることが何度もあり、ある時1時から、ごめんなさい、ある時1階から会話が聞こえてきて、あれみんな起きてるのかなと思い隣の部屋を覗いてみると家族全員寝ていたということもありました。びっくりするよねこういうこともね。体が浮いとるんですね。無意識で幽体離脱してたのかな、それか夢だったんかね。なんでしょうね。ねえ、夢説は濃厚ですけどね。ねえ、それで天井近い、怖いなと思って意識を失ったんだろうね。でパッと起きたら普通だったっていうところがあるんだろうけど。寝てる時の会議は夢説もね関わってくるから難しいですよね。どうしてもね。でもはっきり1回2時だっていうのを確認してる時はあるんだよね、でその後金縛りにかかってっていうところだったりするんだけど、まあ、僕クラスの無遊病常連になってくるとね、あ常連の方、やっぱ家族が逆に怖がりますね、自分自身よりもね。あの人は、あの心霊のお仕事しすぎじゃないかってことを家族が心配してるあの家族にあの人って言われてるからね。あの人って、あの人夜な夜な車で出てったと思ったら怖い話をして帰ってくるわけよ今日もなんかあの午前中みんな目合わさなかったですね僕そういう遊びが流行ってるらしくていやいじめだよ遊びじゃねえよ。僕と目を合わせると僕が近寄ってくるから目合わせちゃダメだっていうね教育がされてました今。ああ、義務教育ですね、義務教育ですよそれは。でね息子がねまだちっちゃいからつい目合わせてしまうんですよ。なるほど、そしたら襲いかかるんですけどなんだ幸せなのかなそれは。幸せだね。でもね無視されるのはね結構嫌なんです。いやそろそろ言えよじゃんちょっとやめてくれよって言う、やめようよそれって誰かが言わ、いじめやめようよみたいな言い出さないと。で続きまして、マフティ666さんですね、北海道の豊富町かな、豊富町かな、看護師さんしてたんですね、あなるほど、看護師をしていた、前妻から聞いた話です。あ奥様ね、豊富町で自殺する方は、何でか分かんないですけど、ほぼほぼ、首吊り。へえ怖っ、で唯一違うのが礼文島に行くフェリーから礼文島だし、礼文島か、礼文島ですねごめんなさい、島と鳥を間違えましたね。礼文島に行くフェリーから身投げした女性が、まあ、いたくらいだったと。ああそうなんだ、それ以外はもう間違いなくほぼほぼ首吊り。なので北に来ると自殺したくなってしまうものでしょうかと、ね、これは何でしょうね。でも日本の都道府県で自殺が多い県って青森だったかな。ああ寒いね、寒いと新潟ですかね。あ寒いね新潟ね。でも新潟出身の人から言わせると空がねいつも曇ってるんですって。なるほど、ああそれは分かるね。どんよりしてるから、気持ちが晴れない、晴れないよね。だから自分の何いろんなプライベートのこととか仕事のこととかでこうなってる時に、ああもうダメだってなった時に空を見上げて、じゃあもうダメだってなっちゃうみたいな。なるほどね、あるみたい。やっぱ空見上げて晴れてたらどうでもよくなりますもんね。あのね晴天の効果って確かに人間にすごいあるよ ね、 ね、気分に与える影響。いやめちゃくちゃあると思う。だから昨日音っていうか最近やっぱ台風の余波でずっと天気悪いもんね。だからなんか雨足とかそういう降ってる光景とかも見てもなんかブワー晴れてたらなんかもうちょっと笑い声聞こえてきません。そう空から空が笑ってるみたいなね雰囲気にって聞こえてきません。あのね逆に、すごい分かるんだけど、俺ね東日本大震災でしょ、あれの、3.11 の次のね 3.12 もめっちゃ天気良かったんですよ。あそうでした。それを東京がね、でそれ見てなんかちょっとなんていうのかな悲しかった。なんか昨日あんなことがあったのに空はこんなに晴れているのに、そうのにみたいなのを、その時はね感じたね。あの空がいつも通りになってるのがちょっと憎かったじゃないけど、あんなことがあったのにみたいに。でも影響はすごいあると思う。
でもあれですよね、それも気使ったんじゃないですか、あの自信、まあもうちょっとせめてこの私を見て、まあね、そっか、これで曇らせたら、あ、まあね、そう、あ、まあ、そうか、ってなるから、まあ、まあそうだね、もう太陽の気遣いやと思いますよ。曇りはまずいし、うん、雨なんて持っての方がね、そのね、流されたものが変な風になっちゃう、もう雪とか地獄じゃないですか。だから最高のチョイスだったよね。いや、そうね、今考えてみるとね、かもしれない、うん、天候って人の精神がね、いや、そうそう、いや、すごいあると思う、影響を及ぼすよねっていうね。逆にさ、雨がそこそこやっぱ台風とかで、うん、こうちょっとね、そのめちゃくちゃ強いのはちょっと嫌ですよ、うん、嫌だ、ちょっとなんか、うん、傘意味ないぐらいの風と雨の時って、うんうん、ちょっとなんか笑いません？そうだね、ちょっとあのね、ちょっとなんていうの、これ不謹慎だけど、はいはい、そうなってる状況っていうのがほぼにあないから、ないから日常的にね、日常にね、たまにない、いい日常やから、そう、あ、それが1ヶ月に一遍のスパンとかであるとすげえ腹立つと思うんですけど、す、ね、なんか今日一日だけだしみたいな、はい、なところがあんのかね、わかるよ、でも気持ちも、その周りに被害がね、うん、起きないぐらいの、そうそう、そういうこと、そういうこと、もちろんそうなのよ、ね、うん、うわーってなって、うん、なんかもう傘がビローンなってね、逆傾いたらもういらないじゃないですか、いらないな、もうなんかもう堂々といけるじゃないですか、もう戦士の凱旋みたいに、一応捨てたらダメだから持ってる、そう、持ってるから、だからこれレイピアみたいになってる、でも戦士ですよ、ね、天候に関するのね、今ありますよね、そういうのね。じゃあ続きまして、はいはい、ジオンモケルさんからですね。お、ありがとうございます、ジオンさん、自分の先輩から聞いた恐怖体験、うん、私の先輩の方が30年ほど前に山陰地方の古い旅館に泊まったみたいですね、うん、はいはい、その日の仕事が終わり夜10時ぐらい、旅館に到着した先輩は疲れからもう晩ご飯を食べずにね、うんうん、もう寝てもうたと、はい、だからしばらくしたら急に胸のあたりが重たいと、おう、うんと思って、ね、呼吸がどんどんできなくなってきて、はいはい、苦しさで目が覚めると、うん、自分の胸の上にスーツを着た男性が正座をしていたそうです。うわ、正座、恨めしそうな眼差しでじっと先輩の方を見つめる男、うん、胸はどんどん締め付けられるように重くなり苦しくなっている、うん、先輩はせっかく気持ちよく寝ていたのになんでこいつはそれを邪魔するんだと思って、だんだん腹立ってきたんですよ、うん、なるほど、で金縛りとかに、ね、かかって、いなかったのもあって、はい、思いっきり右足を振り上げてそのスーツのね、うん、男性の後頭部に蹴りを入れた。すげえ。男は、うん、っていう表情を浮かべたまま床の間の方へ吹っ飛んでたんです。すごいですね。しかし先輩が飛び起きて床の間を見たけども誰もいない、はいはい、普通ならそこで恐怖におののき旅館のフロントに駆け込むんでしょうが、先輩はそのまま朝まで熟睡してしまったそうです、うん、翌日関係者に聞いたところ、その旅館では、うん、昔ね、男性の自殺があったそうです。あ、そうなんですね。先輩はその例を強制的に排除していてしまったみたいです、うん、そんな体験談をエル侍さんからお聞きしました。すごいな、おい、これエル侍選手の体験談ですよ、これ。松田治選手ですね。やっぱあの人すごいですね。ね、ね、まあ、強靭な競馬ガール大好き、うん、ね、これもだって巡業終わって多分帰ってきてってことだよね、これ。そうですね、やっぱさすがですね。さすがですよ、エル侍さんは。エル侍はやっぱりすごいですよね、あんだけね、ボッコボコにされてもね。そう、タッグマッチとかでね、ライガー選手とかと組んだらライガーさんはすぐタッチしてくれって言ってましたからね。そうですね、自分の出番をもうちょっと少なくしようええー、とこだけね、そう取って、で、あとはほとんどハイバツ選手が受けてたっていうね、ハイバツじゃない、侍選手ね。ファイブロードはエル神風、はいはいはい、シコンのハヤブサっていう、ミドルネームみたいなのついてましたね。ファイブロ3の話ですけど、ね、絶妙に面白い体型してはりますよね。そうなんですよね、愛せるというか、なんだからレッサーっぽくないですよね。そう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 、ね、ショッカー体型してますよ。いや、わかるよ、わかります、覆面も含めてね。そう、ショッカー体型してますよね、はい、いいんだよな。そう、すげえ好きなんですよね、サムライさん。ベストバウトもたくさん残してますからね。ウラ DDT とか、あ、そう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 、ね、リバース DDT、 そうそうそう、垂直落下のリバース DDT とかもあったりとか、かっこよかったもんな。そうなんですよ。では続きまして、はいはい、クトゥフーさんの、クトゥフーさんだ、クトゥフーさん、クーとフーなのかな、クーとフーか、クーとフーさんかもしれない。
なんとなくだ。クーとフーさんか、うん、あなるほどね、クトゥフーさんじゃないんですねクにちっちゃいウに、とフでちっちゃいウなんで、クーとフーっぽいね。わかんない、わかんないけど、このお話は、うん、私の元夫にまつわる怖いというよりちょっと不思議な実体験ですね、はい、元夫とは27年前に出会ってると、うん、で彼霊感があったと、ほう、でいわゆる見えるタイプ、うん、私といる時も彼当たり前のように幽霊を見とった。あすごいね。霊感の全くない私は彼といて何かが見えたり、まあ、感じたりすることはなかったんですけど、うん、子どもの頃から心霊に興味があったんですね、はいはい、クーとフーさんは、クーとフーさんですね、うん、で、はい、彼と出会ってより霊の存在を信じていた。なるほど。彼は他にもいろいろ不思議な体験していて、うん、空から竜が降りてくるのを見たことがあると言っています。これはすごい。その時の私は半信半疑だったんですけども、うん、最近になり霊感のある人で竜を見たという人が何人もいることを知って今改めて驚いています。多いですよね。そんな彼はよく自分は長生きできないと、うん、きっと若くして死ぬんだよと言ってたんですね、うん、はいはい、で私は持病があるわけでもないのになんでと思ってたのね、うんうん、でその後私たちは結婚、子供を2人授かったんですけども、うん、そんな彼との結婚生活も長くは続かず、うん、上の子が6歳、下の子が1歳の時に離婚をすることになりました、うん、そうだったんだ。それからは音信不通となり彼は行方知れず、彼の実家にさえ何の連絡もなかったそうです。そして別れてから数年後、うん、上の子がお父さんに会いたいよと言い出し、子供にとっては父親、なんとか会わせてあげたい思いで彼の実家に何度も電話をしましたが何の連絡もないんだよ、うん、どこにいるのかもわからないんだと。答えはいつも同じ。それからまた数年、上の子が小学校5年になった頃ですね、うん、彼のお母さんから突然の電話、うん、それは彼らが亡くなったとの知らせ。あそうだ。原因は心筋梗塞、うん、38歳の若さ。若いね。子供になんて伝えたらいいのか、お父さんに会わせてあげられなくてごめんね。そして私は彼が亡くなってショックもあって涙が溢れて止まりませんでした、うん、そして彼が言っていた言葉を思い出しました、うん、自分は長く生きられない、きっと若くして死ぬよ、うん、一体彼には何が見えていたのか、本当に自分の最後を予言していたのでしょうか、それともただの偶然なのでしょうか、今となっては確かめる術もありません、うん、でも現実に彼は38歳という若さで亡くなっているんです、うん、なるほど。なんとなく自分の死期みたいなものっていうのが感覚で感じていたんでしょうね、うん、この人の、まあ、旦那さんが、うん、でも意味なくそういうふうに思うっていうことは、僕は霊感は全くないですけど、うん、自分が小学校の時とかに一つ思ってたのは、うん、僕は絶対金持ちになるかすげえ貧乏になるのかのどっちかだなって思ってたんですよ、うん、なんか普通な感じにはならないだろうなって。でも本当10歳いかないぐらいかなんとなくそう思ってたの、うん、でも今思ってみると確かに普通の仕事はしてないじゃない、うん、でまあすごい金があるわけでもないけど、うん、別に確かに今すごく貧乏にもなってない、うん、だから多分こっからね俺どっちかに触れるんだと思う。あの時の自分の感覚で言うと、うん、なるほどね、上がるか、うん、まあ本当下がるか、でも本当極端までいくと思う、うん、上がってきたいね。すいません。え？すいませんそれ何、運命管理委員会の方ですかどうも私運命管理委員会。マジで吉田本名はカズト様です、ね、やってますね、はい、すいませんダメなのかよこれふざけお悔やみ申し上げますって言ってきたよあの眼鏡かけたここに角がある。いやあれあれスーツ着たドラゴンボールに出てくるやつよなんかいただろそんな感じしてるやつ、こんなちょっとだけ言えばいや分かるよ、ちょっと青いんだよ顔はね。すいません、すいませんじゃねえ書類持ってすいません、吉田和人様ですねすいません決まっておりますので、申し訳ございません。じゃないよそのこれからこれから下がる、下がるのかよ。いやそれはノブも下がっていくってことない。やめてくれ。そうだそうだ、いやだよ、上がっていかなきゃダメなんでしょ、それを頑張ってねということで、はいはい、以上さようでございました。ありがとうございました。七不思議の七浦です。よろしくお願いします。ということで今日もね七浦でね、七浦なんですけれども、なんかあれですか、昨日は、はい、結構遅かったじゃないですか帰りね。遅かったですね。何時ぐらいに寝たんですか昨日。昨日もろもろ終わって寝るぞってなったの何時ぐらい。全然別に
やらんでいいのに、うん、なんかわからないんですけど、はいはい、たまたまね、うん、iPhone の中に僕、うん、ドラクエ5のアプリがありまして、はいはい、ちょうどセーブデータがね、うん、その青年になりたてのね、わかります？わかりますよ。ヘンリーとともに、ね、ラインハット行く前のオラクルベリーありますね。にいたんですよ、セーブデータが。はい、オラクルベリーいたん。ちょっとそれやっちゃって、やんなよ。したらモンスターを仲間にするのがものすごくやっぱ面白くてですね。モンスター G さんがね。でね、うん、やっぱそうスライムナイトしかりね、まあまあ周辺に出てくるモンスターであったりね、仲間にしてね、はい、イエティがね、うん、仲間にならないんですよ。あれはね確率がまあまあ低いんですよ。イエティを仲間にしてから寝ようって決めたら、うん、全然仲間にならないんですよ。なんで自分で縛ったら寝れませんやってんの。いや寝ていいんだ。全然仲間になれへんから。わかるよ、イエティはね。ちょっとね、イエティを仲間にしないと寝れないと進めないんですよ。確かだってイエティはなんだれ64分の1とかだったかな。スライムとかが8分の1とかなんですよ。はい。でブラウニーとか。ブラウニーもなりやすい、ね。なりやすいです。スライムナイトもね。もなりやすいんですよ。だけどね、うん。64だと思う。64って星でいくと星2。2、仲間な、あ、どうなんだろう。あれ3つで表現されてたっけ ?5 つだっけ ?5 つかな。星 3? でも、スライムとかが5つですよね。スライム一番簡単だからね。でも多分その次の次かもしれない。ああ、星4とか3とか。8分の1、16分の1、64分の1だった気がするから。うん、ダンスニードルはいらないんですよ。ダニーなんですよ。ダニーいらないんですよ。ダニーはね。ちょっと。じゃあ遅かったです。遅かったっていうことでね、頑張っていますね今日はね。43歳のすることじゃないの。イエティを仲間にするために、そう、仲間にしないと寝れないってないんですよ。何をしているんだと自分で、ね、もっと早く寝ろよと、そんな辛くなるんだから。そう、分かってんのにね、うん、やってしまうね。ありますよね、それはね。ということで私が、はいはい、うん、通算何回目かの、うん、旅に出てますんで、私は今ね、じゃあいつ天空の装備を手に入れるのか、またどうせビアンカと結婚するんでしょうね。フローラと悩みもせず、悩みもせずにビアンカね、ビアンカ行っちゃうんでしょうね。元気だからね。元気なんは一番いいんですよ。ビアンカがいいでしょ。元気、そう、ビアンカとフローラ。フローラは、うん、あのでもあの子あの子でこう控えめな、奥ゆかしいんだって、うん、そう、なんかいいやつなんだから、すげえ応援してくれますよ。あ、デボラですよ。デボラはだって悪いやつでしょ。悪くはないでしょ。強気なんだよね。強気だけど、あれ知ってます、うん、大魔王と戦う前に話しかけたら、うん、あの今まで、まともに言えなかったけど、うん、なんかそのお前のこと好きだからみたいな、なんかそういうシーンあったんです。なんだよデボラ。いや、そうなんですよ。だからそんなとこあんの。そうそうそう。じゃあ、じゃあ、3の3人めちゃくちゃいいよ。バランスはいいよね。じゃあ3人欲しいよね。多彩性？一夫多妻で。多妻性ですか？一夫多妻性で。いや、もうその奥さんを抱けなくなってるじゃないですか。一夫やったら。4分経過です。さんまさんみたいな笑い声。投稿会だ。はい、よろしくお願いしますねえ、はい、じゃあちょっとね、皆さんいつありがとうございます、はい、プロポリスやってからいきますね。起きた。本当に活用してるのかね、これで皆さんも分かると思いますけど、じゃあ言いましょう。はいはい、みのりさんからですね。ありがとうございます。地震の夢見たらしいんですけど、おお、このみのりさんね、繰り返し同じ夢を見ることがあると、うん、2月の終わりから3月6日まで同じ夢見てたと。へえ。それは、うん、大地震が発生しましたという文字が出てくるんですって、はい、いつも夢は見て忘れること多いけど、うん、その夢は覚えてて、で赤い文字でね、うん、いつもその文言が浮かぶんです。あ、めっちゃ怖いね。これは誰にも話せませんでしたが、今回はあまりにも繰り返すので DM させていただきました。あ、なるほど。なんか何も起こらないことを願います。これ今年ね、いろいろ言われてるじゃないですか。そのこの前もタックルさんのね、うん、タックルさんのチャンネルで、多分こっちに来てもらった時か、はい、なんか秋に気をつけろとか、はい、何月に気をつけろみたいな。どうします、10万人記念のあのイベント中に震災とか来た。みんなを守りますよ、まず守る。みんな、みんなの安全を僕はまず確保しますから、はい、モーモーが、モーモーが
ね、すぐ逃げると思うでしょ。いやだって地震が来たってなったら心霊スポットに行った時の俺やないか。なるでしょ俺だけでも俺だけでも最悪や最悪や。言わないよちゃんと、助かるようにするよみんながね。ちょっとすいませんね、あの多分、倉庫から電話かかってきましたね今ね。ちょっとそれも倉庫、これ流しの倉庫との電話のやり取り。倉庫の でいいですよ倉庫の電話やり取りも。ちょっと皆さん、すいません、ね、電話かかってきましたんで。鳴ってます今あ、もしもし、あ、お世話になっております。はい、あ、なるほど、わかりました。はい、了解です。はい、どうも。ノブさんは、お庭に物置を置くそうでその電話が今かかってきてね、やり取りしましたね、すいませんね。いつ置くんですか。いつ、もうキンキンで置かれることになってる。明日置かれるんだ。庭はないんですよ、うち庭ないんですけど、はい、うんうん、あのスペースが無駄にありまして、そこにちょっと物置をね。あ、じゃあ死体隠したい放題だ。いや、何を言っているのあなたはいや、隠すんやったらもっと別のとこ隠す怖いわそんな。そうね、いやでもすごいね、なんだその赤い文字で怖い大地震が起きました。どうでもいいことが赤い文字で書かれてたらムカつくけどね。ムカつくな。なんかいや知らんわみたいな。今ものすごく背中が痒い。知らねえよっていうか誰のだよっていうかお前誰なんだって3つ突っ込む昨日食べた唐揚げ美味しかったな。誰が作ってくれたやつだよそしてお前誰なんだよ、まず言えよ。だからはっきりとおめでとう、美味しかったことは、はい、いろんなのがね、予知とかも怖いですけどね。はいはいはい。じゃ続きまして、はい、ともちゃん、ありがとうございます。ともちゃんさん、10年ほど前に元彼と同棲していたと、うん、はい。でその頃元彼とはうまくいってなくてちょっとね精神的にも落ち込んでた、うん、で職場から家まで歩いて5分くらいのところに住んでたんですけども、うん、家が坂の上にあっていつも車通りのある坂道を登ってた、うん、はい。そんなある日ある場所でコートの裾を引っ張られた感覚になりました。なんだろうと後ろを振り返っても誰もいない。とりあえず急いで家に帰って後日、うん、霊感が強いお祓いのできる親戚の人に聞いてみると、うん、子供の霊が遊ぼうって言いながらこう誘ってたんです。ああそういうこと。でもたまたまそこにいた霊だから気にしなくても大丈夫と言われましたが、一時そこを通るのが嫌で違う道を通って通勤していました、うんうん、その親戚の方曰く、私はもともと感受性が高くて小さい頃たまたま通る道なのでこの下にお地蔵さんがいるよなどよく言っていたそうです。あすごいね。まだ幽霊を実際見たことはないんですけども、うん、この場所は嫌だなとかは感じることがありますと。やっぱ分かる人には分かるっていうところであったりすることとともに、うん、お地蔵さんが分かるっていうのは何なんだろうね。なんやろうね。霊がさいるかどうか分かるっていうのは俺はなんとなく理解できるのね、はい、それは人だから、はい、元人だからさ、はい、それを感じるんだけど、ってことはじゃあお地蔵様の中にも魂みたいなものが入ってんのかなとか思ったですよね。なんで分かるんやろうな。だからまあ、お地蔵さんってね子供を救済する、その役目みたいなのがあったりするっていうことなんだけど、まあまあ、まあ霊とかそういうものと密接につながってるものっていうのは感じる人は感じることができるんだね。ねえ、うん、珍しいお話。続きまして、はい、若さんからいただきました。ありがとうございます。井上、いつもありがとうございます井上。若さんが届くために井上っていうのが来てるから、若さんいつもありがとう、ずっと続けてね若パイ若パイですよ。小学生の頃の友達の不思議な話です、はいはい、私は長崎の離島で育ったのですが、ほう、本島からね、うん、来る転校生って珍しいんですって。ああまあそうなんでしょうね、うん、で、まあ、転校してきたらねこう、うん、興味津々でその子とすぐ仲良くなると。ああいいじゃないですか。ね、逆のイメージありますけどね、省かれたですね、ねイメージあるけど、うん、そんな形でお友達になった人には転校生 A ちゃん、うん、
ある日の体育の授業中、 A ちゃんの首元からなんか紐が見えます。それ何と聞くと、お守りだよって言うんですね。でなんかちっちゃいね、巾着袋の中のお守り見せてくれたんですって。そしてそのね、あの巾着の中には横が3センチ、縦5センチぐらいの木の板が入ってて、その木の板にはなんかね、よくわからない文字がいろいろ書いてあったと。で A ちゃん、木の板を私に見せながら、なんでお守りをこう身につけるようになったかを話してくれた。はいはいはい。ある日 A ちゃん家族が新幹線に乗ってた時に、通路を通り姿お坊さんが A ちゃん家族の横を通る時に立ち止まって、急にね、この子は命に関わる大怪我をするから、このお守りをいつも持ってなさいと。いきなりかよ。お経を唱えながら木の板に文字を書いて親に渡してくれたんです。すごい展開。それ以来肌身離さず身につけてるんですって。そんな不思議な話、 A ちゃんから聞いた数日後、私は A ちゃんも含めて放課後に運動場の鉄棒で遊んでた、あ、よくあるね、懸垂用の一番高い鉄棒にみんなでよじ登って足をかけてぶら下がったり、はいはいはい、猫ですねこれねいやでもやりますよねこれね、これ猫っていう鉄棒のやつですよ。こうぶら下がってブラーンブラーンで、こう頭で反動つけて足から降りるやつですね。コウモリってなかった？コウモリは違う技だ。違うやつです、ね、あーそっか、猫が降りるみたいに。俺ねその猫っていうの初めて聞いた。あ本当ですか。コウモリっていうのはなんかもう分かんない、誰かがやってたの聞いたことあるけど、俺は逆上がりすらできない人だから。うわー、いたでしょ。いたいたでしょ、うん、俺ですよ。うわー、そういうタイプの人。かわいそう。なんであんな持ち方で棒持つことねえし、あんまりそこでぐるんって回ることこの先ないから。そういうことじゃないです。そういうことじゃない。できなくて困ったこと一個もない。だからこれを聞いてるちっちゃいキッズで逆上がりできないで苦しんでる子、今後役立つから頑張れ。いや頑張れ。そしてキッズは七尾の聞かない。聞かない。なぜならエロいこととか言う。最も忌避される嫌悪されるね会話ですからね。はい、なるほど。そんなことやってたと、ね、はいはい、やっとったんですって、うんうん、で、A ちゃんもね、うん、私たちのマネをして一緒に遊んでた、はいはい、で私が鉄棒から降りてたまたま違う方向をこう見ていた時に、背後から鈍い音がして一緒に遊んでた子たちの悲鳴が聞こえた。振り返るとそこには A ちゃんが懸垂用の鉄棒から落ちたようで地面に横たわってる。うわ、びっくりして駆け寄ると A ちゃんは何事もなかったようにむくっと起き上がって顔や衣服についた泥を手で払いました、うん、あんなに鈍い音がしたのに私は落ちた瞬間見ていないですけども、怪我がないのがめちゃくちゃ不思議でした。あ、すごい助かってんの。次の日に学校で A ちゃんに会って、昨日大丈夫だったか、衣服が汚れて親に怒られへんかったとね、こう聞いてみたら、話しづらそうに違う話をしてくれたんですって、はい、その日 A ちゃんが家に帰っていつも身につけてるお守りに違和感があった、はい、中を見ると木の板が真っ二つ。え、きっと鉄棒から落ちた時大怪我するところをお守りが身代わりになってくれたんだと。あ、そっちか。家族で話をしていたそうです、あの時 A ちゃんが大怪我をしていたら私たちもトラウマになっていたし、いろいろ考えたらゾッとしました、うん、A ちゃんは確か半年ぐらい島にいたんですけども、またすぐ本島の方へ転校していったのでその後は分かりません。不思議なのはそのお坊さん、何か悪いものが A ちゃんについていたのか見えたのか、未来が見えるお坊さんなのか不思議に思ったお話です。すごいですよねこういう話で、たまに出てくる謎の僧侶とか、うん、謎のお坊さんみたいな存在っていうのが何かを感じ取って言うてくるよね、うん、ね、俺もね、うん、そういう話ありますけど、うん、釈状を持った修験者の方が、うん、この辺は一帯は危ないからとか、そういう話もありますし、それ9月24日発売 の、あの、ね、大好評列島階段の中でも入ってる、入っております、ね、あれもね、だからこれの話っていうのもこれ、ね、電車の中でだっけ、新幹線の中か、うん、だから用意してたわけじゃないじゃん、そのお坊さんもなんか ねでも急に、あ、この子は絶対そうなるからやってあげなきゃまずいってほど、や、うんうんうん、なんかそういうのを感じたってことだよね。新幹線に乗ってどっか行くの、あのプライベートのお坊さんなんですかね。いや普通じゃないんです。仕事で行きます、どっか、あんまなくない、頼まれたんじゃないの。なんかミキ大雲さんぐらい。いやミキ大雲さんはいろんなところにね、階段プラス。これミキ大雲さん。違うだろう。いや、すごい能力だよね。だとしたらね。でもあれでしょ。俺落ちた衝撃でお守りが割れたのかなと思ったの。ああ。こうね。うん。ってなった時にね。でも身代わりでっていう意味もあんのかな。それはね。だから多分その。
ありえない高さじゃないんですか、うん、そのよじ登ってってこと、うん、はい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 、ぶら下がってじゃないじゃないですか。そうだね、うん、だから相当な高さが多分頭かとか首からいってんじゃないですか。でもこうでしょ、バッと払ってそう今日はこのくらいにしといたらやろう。いや池のメダカさんですやり口は一緒です。すごいって思ってね、いやでも本当能力ある人いるんだなっていうお話、ね、ありがとうございます。続きましてガムラさんですね。ありがとうございます。当方フリーランスでデザイナーをしておりまして、おすごい、特にクラブミュージック界隈のデザインを多く仕事しています。俺と似てるねやっぱ。全然似てへんやないか。クラブミュージック聞いたことないやろ、うん、一番遠いところにいると思う。対極ですね、これはね。特にヒップホップやレゲエなど、うん、どうですか。わかるわかる。あのね、ドゥーイングがね、ドゥーイングって何ドゥーイングって何ね、ブーイングみたいな。違うんですよ。なんかやる、ここやるっていう、ドゥーってやる、するって意味じゃん。なんかその能動的な、このあれを表してる、造語ですよ。うるせえ。はい。でね、はい、デザインに関して、うん、こうセクシー系とかね、はいはいはい、そんな感じのモチーフが多いんです。なるほど。でその兼ね合いもあって海外のセクシー女優の方々とこう SNS などを通じてつながることも結構あるんです。はいはい、なるほど。今から10年ほど前、うん、SNS を通じてヨーロッパの方でポルノ女優をしている方と知り合いました。お互いの連絡先を交換、メールでのやり取り、うん、で彼女は日本に興味があってね、うん、日本で仕事がしてみたいと、はいはい、日本のグラビア雑誌に載るにはどうしたらいいのって聞いてきたんですって。なるほど、ね、で頻繁に自分の、ね、写真や動画データを送ってきたと、うん、はい、でそんなある日私が出ている新しい動画見てと URL が記載されたメールが届いたので開いてみると、はい、コンセプトがよくわからないアダルト動画に飛んだと、うん、そこは夜の墓地、うん、1人の男性と3人の女性が絡むという、ホラー&エロス、なんだこれ、ね、ホラーとエロスを無理やり融合させたような動画なんです。すごいですね。もちろん海外なんで無修正です。屈強な中東系のスキンヘッドの男が全裸で墓石に寄りかかり、うん、両サイドの女性のちぶさを荒々しく揉みしだき、もう1人の女性をバックで突くという、なんで墓場でやる必要があるのか全く分からない動画ですと、はい、外国人のエロスの感覚はよくわからんなとなんとなしに見ていると、うん、男性が一撃目を発射、うん、そしてバックで疲れていた女性が男性の背後に回り、うん、次に僕の知人女性と交代、うん、発射したばかりの男性のシンボルをパクッとね、うん、まあ、そんな感じでね、彼女の女性器が画面いっぱいのアップになった2秒後、うん、一瞬モザイクがかかったように局部の前に黒いもやがかかります。ほう、その中に上を見上げる固めの眼球が、え、あそこに目玉と思って巻き戻してみると、うっすら透けてはいますがやはり一瞬目玉が映ってるんですって。なんすかね、目玉に注目させて目玉が消えたら女性器がね、こう出てくるみたいなね、うん、演出かと思ったんですって、うん、でエンディングまで見ても墓地というところ以外何のホラー演出もない。鑑賞後彼女にすごくセクシーなホラーだね、君のあそこに目玉が映るシーンはホラー好きにはたまらないと思うよと送るとね、うんうん、ごめんなさい、それは間違った動画を送ってしまいました、すぐに消去してください、あなたがそれを見ることは私は進めないって来たんです。めちゃくちゃ怖いじゃないかこの話。何なんこれ。その後すぐに彼女は SNS アカウントを消し、メールを送っても返信がなくなりました、はあ、彼女が在籍しているセクシー女優のサイトからもいなくなってもう連絡が取れないんです。ホラーとしてもエロスとしてもどちらの彼女で見たらいいのかよくわからない体験でした。何これ、めちゃくちゃ怖いやん。だから送るはずじゃなかった動画を送っちゃったっていうことなんだよね、その人か、女性からしたらね、うん、あんたに進めないって言ってるから、うん、もう疑惑はありまくりでしょ。気持ち悪いですよね。流出させたらダメだった動画で消されてたとかかな、この女性、まあ、その可能性もあるよ ね。本当に出しちゃいけないやつで、うん、それをなんか送った履歴みたいのっていうのがバレてなんかね、いろいろ消されちゃうっていうことは往々にしてあるみたいだからね。よくわからん、なんかね、悪魔の儀式的なさ、うん、あるある、なんかやってね、なんかあるもん、たまに出てくるもんね、なんかそういうので墓地でそういうことをやってるっていうのも、うん、なんかでそういう生殖行為と墓場っていうのは、うん、再生とそのなんか、はい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 、その象徴でもあったりする、二極の行為っていうのをそこでやるっていうことには絶対意味があると思うので、うん、でこの目玉っていうのがね、それが加工なのか合成なのかっていうのもちょっと、はい、そこはちょっとわからないところなんですけど、でも何かしらの意図はあるよね。いや、と思いますね。めちゃくちゃ怖いやないかこの話、ものすごい話でした。ありがとうございます、はい、ということで以上七浦でした。ありがとうございました。
七不思議の裏不思議七浦です。よろしくお願いします。どうも皆さん、今日はね、はい、僕はファンタミステリーブルーっていうのを飲んでるんですよ。あんだけやっぱ皆さんにね、野菜食べなさいとか水飲みなさいってね、健康面を気遣っていただいたにもかかわらず、あなたやはり毒水と、そうですね、油物を、そうです、摂取して、期間限定のファンタの青いでしょ、毒ですね、その色味、味の正体はいかに、一体何のフルーツって書いてあるんですけど、半分以上飲んだんですけど、いまだに何のフルーツか分かんないんですよ。だその色のフルーツなくない？だからなんかさ、こういう色のね、なんか皆さん、あの濃い、なんていうのかな、これなんすか、これ何の色、これ、南国の海だ、もうあれですよ、ブルーハワイの原液ですよ。だよね、だから僕はブルーハワイのつもりで飲んでるんですけど、ちょっと違うんですよ、ちょっと違うんですよ、やっぱりね、だからすごく気になってるんですよ、これは。でも試しに飲んでって言っても飲まないでしょ。飲まないですね、気持ち悪いから、こんなもんは。気持ち悪くはないですけど。本当ですか？その色はあれですね、点鼻薬の蓋ですね。いや、ナザールじゃねえか、俺がよく使ってる。じゃあ点鼻薬の蓋の色はしてるな。ブルーハワイじゃなくて点鼻薬の蓋の色でしたそれ、ね、いやいや、ややこしいんだよそれ。点鼻薬の蓋も点鼻薬によっていろいろ違うからね。これは一番メジャーだから。佐藤のね、佐藤製薬のやつだからね。そう、いや、もう何年やってんすか、そのナザール。かれこれ30年。いや、もう鼻バカなってる、バカになってるんですよ。そう、これでこれやる人ってね、ずっとやるなよ。なんずっとやりますよね。そう、ナザールずっとやりますよね。だから都市ボーイズも岸本さんこれ愛用してるのよ、うん、だけど岸本さんのナザールの出し方はいっぱい出る出し方してんの、うん、そのね、パカッて開けてここを押すとパッて出るんだけど、俺はちょっとなの、調節してちょっと出る出し方があるんですよ。それなんでなんですか？いや、あんまりバッて入れると良くないかなっていうのは自分の中であんのね。だけど岸本さんはいつも豪快にカシ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 ってやるから、うわー、お男だなって俺はいつも思ってんの。何を言ってんの？ずっとあなたは冒頭から先週あたりから、もうずっとわけわからんこと言ってますよ。今日はそんなね、そんな夜にぴったりな、ぴったりな、怖い話をお届けしたいね、というところで、ノブさん、投稿会談の方よろしくお願いします。読ませていただきましょう、はい。まず若さんですね。若さん、井上先週もあったけど、そんな先週というか前回もあった若さん、いつもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。病院あるある。病院で3交代制の深夜勤務をしていた時、時間は2時過ぎです。1回目の巡視に行ってナースステーションでカルテ記録をしていると、なんとなく私の視界の隅に誰かが立っています。しかし顔を上げて気配を感じた場所を見ても誰もいない。またカルテを書いていると、今度は気配だけじゃなくて立っている女性のシルエットが視界の隅に入ってくる。一緒に夜勤をしている後輩は何も言わず黙々と仕事をしています。怖がらせたらかわいそうなので何も言わずに、朝の巡視に行く前までずっと視界に入ってくる女性のことが気になってモヤモヤしていました。確かにね。しかしもうすぐ夜が明けるし、モヤモヤしたまま仕事できないと思って、後輩に、あのさ、そこに女の人いるでしょと聞くとね、ああいますね、花柄の寝巻き着た女の人ですよね、ずっといますよねとさらっと言いました。やっぱりありがとう、すっきりしたと、もやもやが晴れて仕事ができました。急性期の病棟だったので怖がる暇もなかったですと。病棟のあるある話です。よくあるんだね。ナースなら多分ほとんどの人が体験してると思います。誰もいない病室からナースコールが鳴るとかよくありますと。なるほどね。病院あるあるでした。働いてると、だからこういうところで働いてる人って怖さが麻痺するのかな。でもそれは職場であることでしょ。家に帰って同じことがあったらやっぱ怖いのか。怖いんじゃないですか。あ、そうか、場所が変わればっていうところか、確かそうだよね、だって俺ホラー映画一人見たら怖いですよ、やっぱり。ああ。こんだけ階段喋ってても、こんだけ、A さんがって言うてんのに、言うてんのに、やっぱ怖いわけだ。怖い怖い怖い。そうだよね、びっくりさせる系のやつは怖いですね。あ、音がちょっとずつ大きくなってきたりとかして、くるくるくるって分かってても、分かってても怖いですね。怖いよね、あれはね。ふうって言います。
いやそれはセカペニとあんたですよ、ね、はい、そうね、伝説の怖がり方ですよね、はい、あれたまに出るんですけどね、ホラー映画とか一人でやっぱ見ないでしょ、映画自体見ないからね、だからちっちゃい頃よく見てて親と一緒に、今大人になってからあ見ない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 そんな怖いもん家でそんな見んの、そんなやつに、うん、あの映画を見る仕事を与えちゃダメなんですよ、やばい見ましたしっかりと、そんなやつの感想を聞いて誰が見に行くんだと、しっかりとあの感想を書かせていただきました俺すげえ面白かったっすもん、あの劇場のね SNS ね、ジュソーっていうね、ネットフリックスの映画が、なんか劇場で見れるみたいな、ありました、ね、プレミア会みたいなのがあって、でもすごいね、なんかその劇場の椅子もすごいプレミアシートとかってあるの知ってるの、ね、初めて座ったんですよプレミアシート、めちゃくちゃなんかあれは軽快ですね、はいはい、軽快って何ですか、快適だ、快適ね、いやどう間違えたよいやまあまあね、いいですよ、距離もすごい空いててね、はいはい、本当にジュース置く輪っかあんだよ、前からあるわ、あそんな昔からあるわさいやずっと何言ってんの久しぶりすぎだから、はいはい、映画館に行くのがねドキドキします、意外と本当に吉田モーモーって、うん、ドラクエ3やったら、うん、世間知らずですよね、あ性格、うん、性格僕は世間知らず世間知らずと頑固者、頑固者、能力低いですよ混ざってそうなんですパラメーターパラメーターがねあんまり良くないから選ばれないんですよ、ね、でもそこに6つリスケが入ってるから多少はちょっとパラメーター優秀なんじゃないですかそうですね、金のブレスレットつけ、金のブレスレットだけな、6つリスケになれる性格もありますけどね、続きまして、続きまして黒田学さんです、ありがとうございます、6年半前祖父の兄の 奥さんが亡くなって、その時に父が足を骨折して入院している間だったために私が父の代理として同行しました、なるほど、本家の実家には日本刀がありまして、記念だからと祖父から言われて日本刀を握らされたんです、はいはい、すると、うん、切ってはいけない切ってはいけない、お前も罪人になってしまうと、今のタイミングの音は抜群の音でしたね、びっくりしたね、でイヤホンがかかったような声が壁越しに聞こえてくるんです、私は変な体質でして葬式では必ず右の鼻から血が出たり、右の耳から耳鳴りが聞こえたり、うん、右目だけ充血したり右足が筋肉痛を起きたり、うん、体調不良などが起こるなどするんです、そうなんですね、先祖に何があったのかとても気になりますと、日本刀を握るや否や切ってはいけない切ってはいけない、確実にその刀っていうのが昔何かの、ああ、あれか、そうだね、どっちかなと思ったんですよ、武将とか武士の方が使ってた刀なのか、首を切るなんか仕事の方いらっしゃったんだよね、それこそ解釈というかさ、切腹した後にいやって言ってこう落とす仕事の、だからそれで使われてたものだったのかなとかちょっと思ったりしたんですけどね、この刀が呪いの刀やっていうことに気づいた先祖が持ってくれましたね、ああそんな気がするんですけど、なるほどね、戦国武将に関わるお話も俺今日いただいたのが結構面白いのがあって、はい、まあ、多分これ本チャンネルで取り上げようかなと、ダメですすごいですね、ダメなんだ面白いのに、ダメです、ダメなのこれ、ダメです、いやなんとかモーモーゲームズだよバカにすんじゃねえよモーモーゲームズなんで怖い話するんだ急にモーモーゲームズを1時間やった後のあの3時間ぐらい、刺身食いながらしてやってる回で、いやいやいじってんじゃねえ か, だからいじんじゃねえよだからあの時にね、あれね、怖い急にね差し込んできますんでね、差し込みながら真っ赤な顔してそうそうそう、いやでも皆さんありがとうございますって言いながら酒飲んでうん、そうなんだ、いやいや変わってよ、じゃあ、ドロネってそうなんだ、いやいやいや、お前もやれよ、じゃあもう儲けるっていやたまにミトン書いた話そうなんだ、ね、寝ろよそれだったよ早く寝ろよ、睡眠足りてねえんだからよ、はい、ありがとうございます、続きまして、はいはい、ナースフリーさんからありがとうございます、今回私が住んでいる部屋で昨年頃からたびたび起きている現象です、私は昨年初めに、現在の部屋へ引っ越してきました、うん、がそれから半年ほどした夏頃、うん、
たびたび怪奇現象というのかよくわからない現象が起き始めます、うん、前置きとして新築です、事故物件ではないです、はい、昨年の夏です、暑いのでベランダで出る、ガラス戸を開けて、うん、テレビを見ているとシャンシャンっていう鈴のような音が聞こえてきたんです、うん、テレビからのものではないです、それは外からするようで、網戸をね開けた途端に音は止みました、うん、ベランダを見ても猫などはいません、うん、部屋へ戻って再度テレビを見始めるとまたシャーンシャーンって聞こえるんです、なんだろうね、気になってまた網戸を開けると音はやっぱり消える、うん、ベランダから外を見回しました、ここは3階です、うん、音の原因らしきものは見当たらないです、なるほどね、それから特に何事もなかったんですが、数ヶ月後経った秋頃、うん、朝出勤時にですね閉めたはずの部屋の鍵が帰宅時に開いてたと、やだな、マンションの正面玄関はオートロック、防犯面はしっかりしています、もちろん中には誰もいません、うん、部屋の鍵穴は上下2つあってロックするタイプ、はいはい、私は閉めた後に必ずドアを引いて、施錠を確認している、なるほど、そんなことが数回あってさすがに管理会社に連絡して防犯カメラを見てもらったんですが、うん、怪しい人はいません、うん、正面のオートロックは部屋の鍵の持ち手の部分にチップが埋め込まれていて、それを読み取って、読み取りキーに当てて認証してオートロックが開きます、うん、はい、複製は不可能です、なるほどね、合鍵も実家の親にしか渡してないです、うん、もう一つの鍵も、部屋のですね、これ何これ引き出しでいいと思うよ、引き出しでいいと思うよ、そう、引き出しにしまってありました、うん、何か取られたりやらされたりしてもなかったので、うん、私の勘違いではないかと納得するしかありません、うんうん、そして年末付近になった頃、左隣の部屋で連日夜遅くまで若者が騒いでる音が聞こえました、うん、管理会社に連絡して注意してもらうように伝えました、うん、しかし隣の部屋は何週間か前にすでに引っ越ししていて誰もいないですと、調べてみると確かにその部屋の募集が出ています、まあ、空室だと、年が明けて少しすると今度は部屋の中で時々異臭がするんです、うん、動物園の匂いというか獣臭いね感じがすると、うん、もちろんマンションペット禁止、鳴き声なども聞いたことはないです、うん、一応業者に調べてもらったんですが新築だしね、うん、害獣や害虫もいる様子はないと、はい、そして今月初め頃までお風呂を沸かしている時に沸いた時になる呼び出し音がいつまでたっても聞こえない、うん、見に行くと閉めたはずの浴槽の線が抜けていたりということはたびたび起こっていました、やだね、まるで誰かにいたずらでもされているのかとか続き、うん、つい先週のことです、はい、次の日から久しぶりの連休だった私は趣味の読書をして、うん、気づくと深夜です、そろそろ寝ようとベッドに入りうとうとし始めた時、うん、寝ている左側にベランダへ出るガラス戸があって閉まっている遮光カーテンの上の隙間にオレンジ色の明かりが見えていることを気がつきました、うん、まるで外から明るいライトで照らされているような結構な明かりでして、カーテン越しにもそれは分かるほど、うん、私はびっくりしてカーテンを開けたんですが誰もいないんです、うん、外を見てもそんなライトなど真っ暗、なんだこれ、寝ぼけてるのかと思って再度ベッドに入りうとうとし始めると先ほどのような明かりがまたカーテンの隙間から漏れます、うん、今度は大勢の人が掛け声をかけているような、うん、わーわーっていう声が聞こえる、これ、うん、私は飛び起きてカーテン開けようとした時に今度は外の方でパンパンという破裂音やドーンという何かが爆発するような音が聞こえました、うん、はあ、私は怖くなって一瞬躊躇したんですけども、冷静になりそういった体験をした時にいつもやっているように、うん、これは現実じゃないんだと自分の中で強く念じ勢いよくカーテンを開けました、はい、するとそこには何もなくベランダから外を見ても夜の暗闇と静寂があるだけ、はい、4月とはいえ深夜はまだ少し肌寒く、私はその時自分は汗をびっしょりかいたことに気がついた、うん、でね着替えてもう一回寝ようと、はい、布団内に入った時急に去年の夏頃に聞いた、うん、シャーンシャーン、あー、はいはい、あの鈴の音が、ね、私は驚いてあたりを見ましたけども暗くてよく見えません、うん、しかしそのシャーンシャーンは止まない、うん、目を凝らしてベランダから外を見回した、うん、するとベランダから見て左方向にぼんやりした明かりのようなのが見える、うん、左方向に見える地面に一箇所だけぼんやりとした明かりが見えて、うん、そこにあの墓石のようなものが浮かび上がって見えるんです、そうなの、でそこは街灯もなくて、うん、深夜なのでそんなものが見えるわけないのですが、うん、なぜか私の目にはそこだけ薄く明かりが灯り、うん、墓石らしきものが2つ並んでいるのが見えた、私は一度目を閉じて、うん、もう一回ね、念じたんですって、ああもうこれは現実じゃないみたいですね、念じて目を開けた時には明かりもなく鈴の音も聞こえなくなって、翌日、うん、朝日が出てから私はもう一度ベランダへ出て左方向に目をやりました、はい、するとそこには、これは石碑、うん、ね、火のようなものね、うん、
のようなものと小さい、うん、石道路のようなものがありました、うん、実は私の住むマンションの裏手にはごく小さい稲荷神社があって、うん、マンションの壁ギリギリのところに小さい社と朱色の鳥、その左右に小さな狛犬のようなお稲荷さんの像が2体鎮座していました。そのすぐ脇から立派なご神木の幹が伸びて、うっそうとした葉っぱがマンションの左半分包むように覆っています、うん、調べてみると1600年代初めに土地の守り神として京都の伏見稲荷から分社していただいたそうで、五穀豊穣の商売繁盛を願って昔から地元民が多く参拝しているということ。昔はこの一帯が鬱蒼とした広大な森だったそうで、東神森かな、多分そうな、東の神の森って書くね、で、と言われていたんだとか、うん、確かにマンション周囲は駅前ということもあり商店街などがあって山に囲まれた市にして割と栄えています。あ、そうなんだ。そしてあの石碑ですが、明治維新の頃に起こった戊辰戦争でチリチリになった旧幕府軍がこの地へ逃れて、陣を築き、うん、追ってきた新政府軍を迎え撃った戦争がありました。そうなんですね。まあ、大河とかでもね少し描かれていたり、ね、なるほど。で銃撃戦などもあって資金力になった新政府軍は大砲も使ってね、そのせいでお寺や町の中心部が燃えて、まあ、この辺りも焼け野原になって、なるほど。で討ち取られた旧幕府軍の若い兵士の亡骸を、まあ、武器とともに埋葬したのがその石碑のある塚だった。ああそうなんだ。この稲荷神社を管理している近くの寺の住職が今から20年ほどに前にさらなる供養と多くの人に知ってもらえるという思いからこのね碑を建てたと。その日私は裏手の神社と塚に参拝して引っ越してきたことの挨拶とご挨拶が遅くなってしまったお詫びをしました。で1週間経ったと、うん、一度も今までのような現象起きていません。まあ、獣臭い匂いとかね、うん、まあ、鈴のねいたずらのような現象、お稲荷さんが挨拶に来ないことを怒って気づかせようとしていたのか。ただ深夜の明かりや爆発音は昔この地で起きた戦争の際に使用された大砲や銃の音で、うん、あのオレンジ色の明かりはこの一帯で広がった戦火の炎だったかもしれないと思う今日この頃です、ということで、すごいものすごい体験でしてますね。なんかまあそんな雰囲気ありましたね。ね、パーンとかね。ね、だから銃撃戦の音だからドーンっていうのもね、パンパンドーンっていうの分かんなかったけど、だからその時代の戦い、ちょっと僕あんま大河とかねちょっと見てないですけど、なんか実際近年あったんですね。僕は信長は見てましたけど。どの信長ですか。尾形直人の。うわジパングやん。そうでしょ、ジパング。そうなんでしょう。だいぶ古いです。すごい古いですね。あれは、あれは見たんですか。宣教師の目線から描かれる信長、アブリデーでオブリガードみたいなこといつも言って終わっていくんですよね。あれ見てた、見てましたね、あれはね。秀吉見てないんですか。秀吉はあんま見てなかったですね。見てないんですか。利家と松見てないんですか。あ、見てないですね。キリンがよくも見てないんですか。まあ、見てないですね。戦国時代好きだというのにもかかわらず、うん、なぜ見ないんですか。そこに山があるから。わっつって海外の人だった。そうなかった。続きです。ありがとうございます。天さんからいただきました。天さん。毎回天さんも、ごめんね、天さんいつもいじっちゃって、ね、ありがとうございます。これは私が気候法を打ち損ねた。いや本当の天さんじゃねえか。その時の思い出言うなよ。あんまいい時の思い出じゃねえだろそれは。気候法を打ち損ねた時はナッパに天気候法が効かなかった時の話。いやへこんだよって話じゃねえかそれは。無念の時。怖い話ですからこれは。腕切られるんです。怖いですよそれは。もうすごく怖いですけど、ヤフーニュースにもなってましたが、昨年新築でできたばかりの13階建てのマンションで飛び降り自殺がありました。場所は名古屋市昭和区福栄町にあるマンションです。そのマンションは私の自宅から徒歩2分、めっちゃ近い。関係あるのかわからないですけども、昨夜私の耳元で夜中に若い女性の笑い声がするんです。怖いね。このマンション以前はコンビニがあってにぎわっていたのが急に閉店、その後は平地のままになっていて、いつの間にかマンション工事が始まっていました。この場所というのは近くの駐車場で殺人事件があったこともあります。そこで亡くなった人の息子が経営していたクラブも近くにあるんですけども、その経営していた息子も殺されています。私の自宅は事件は何もないんですが、近所に事件が多すぎてめちゃくちゃ怖いです。これはすごいね。やっぱなんかエリアあるでしょ。エリア、ね、だからそういうところでなんか大丈夫になってるところってなんか理由があんのかね。なんか守ってもらってるってことなんかね。たまたまな気しますけどね。なんかこのね、この
な流れというか悪いエリアのたまたまな気します、うん、そこにあるけど何かで逃れることができてる場所っていうのはね、うん、きっとあるんだろうね。ですです。出たセカペニが最後に現れました。皆さんの投稿体験談、いつも募集してます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで以上、七浦でした。ありがとうございました。